まではロシア舞台は東京ピロシキーズです。またお姫の子が来たね。もうそう、これ毎回これやってんねん。毎回やめてよ、私そんなこと嫌いじゃないから。ボンボン男みたいになってきたな、アリちゃん。やめろや。今日はなんとジャマイカからゲストが来ていただいています。テレサちゃんでございます。え、ジャマイカってどこにある国？そうだね、地図とかでね、あんまり分かんないかもしれない。カリブ、カリブ海。カリブ、はい。ダダダンダンダダ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 。そうなんや。なるほど。じゃあもともとジャマイカにいた人たちっていうのはそんなに黒人の人が多かったっていう。まあジャマイカもともとがいた人が全部インディアだったんだ。だからアメリカと一緒なんや。アメリカと一緒やけども、でもジャマイカの方はみんな死んで、みんな死んだ、みんな死んだ、お前が死んだ。まあ、あの絶滅の死んだっていう。じゃあアメリカとちょっと違う成長の仕方をしたけども、うん、ほとんど、まあ、じゃあ元々はアメリカと似てるような、うん、キャッツコーリングって呼ばれる女性が歩いてて、うん、で男が Hey girl, sir, hey ナンパ、yeah、でそれ、うん、ナンパみたいに、まあ、ナンパみたいけど言うだけ、うん、でなんか電話番号とか言うだけ、そういうことで、アメリカはめっちゃ嫌われてる。それが女性がなんか安全な気分が持てないっていうか、そういう話が多いですよ、あの正解で。なんかどういうことか、アメリカにこうなんかするのが今なんか迷惑みたいになってて、日本でも例えば女性につくことも良くない、やめてください。あ、うんうん、それがジャマイカではもう逆にこう逆に好きとかやってる。あ、それをやらないと失礼くらい。そう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 。で、ジャマイカはもっとこう、なんだろう、こうって言って、その男性がいいなって思ったらどんな反応するの？車でさ、乗ってて、ユーめっちゃピピピピピピって言われた時、タイプみたいな。あ、でもイケメンだなって思った時、なんか顔のインプレッションがあるんだけど、なんかこうするやつ。おほ、もう一回またカメラに向かって。でもさ、店奥ないし、お尻もないねんで。多分大丈夫、うん、どっちが人気なの？ちょっと細い人とふくよかな人だと、どっちが人気なの？男性ふくよかやんか。いや、でも大丈夫。なんか、ジャマイカの男性は結構優しいの。あの、日本の男性はどう？日本に来て、まあ、あ、うん、いろんな、まあいろんな経験があったんだけど、そんなに悪くないと思う経験もあって、マジで日本何やってるのと思う時もあった。あ、いい部分悪い部分がある。そうちょっとすごい、なんか激しい。真ん中はあんまりなかった。真ん中いない。すっごいいいから、めっちゃ悪い。そうそう。え、じゃあ、まずすっごい良かった話聞こうかな。いや、悪いから聞いて。いやいや、いい、悪いのは美味しいやん。あ最初にお付き合いした人は良かった、悪かった？まあ、最初は OK だったんだけど、どんどん悪かった。へぇ、じゃあ最初どんな感じやった？どんな人やった？まあ、日本人は男性は多分優しいから、優しいらしいお金を出すから、結構楽しいことができるじゃん。だって、金の話か。いや、そういうことじゃないけど、あ、別になんか、あ、今日ディズニー行こうとか、あ、今日なんかドライブ行こうとか、なんか結構、なんかちょっとロマンチック、そう
しくの大きいのジェスチャーでなんかやっていくみたいな感じなんだけど、頑張るってことね。そう、で、外国は逆と思うんだけど、なんかジャマイカには最初はただまあ少し少し食べなんか一緒にご飯食べたりして、で、そう、もっともっと してからもっと好きになったらそれから本気出すみたいな感じなんだけど、日本は徐々に違うんですよ。ゲートっていうのが海外では基本的にはもうあのその人を知るためにちょっとあるハードルの低いもので、そんなデートとはならないんだけども、日本はデートに行くって言ったらもう告白をして好きだっていう風になって、それでデートで盛大なデートをしないとって言ったらデートプランを考えて、男は男友達にさっきあのベコちゃんとデートしどんなあの店ってどんなんだろうなとか調べたりとか、そこがすごいからデートのハードルがすごい日本は高いよね。でそれが良かったね。そうなるほど、イメ様になったみたいデートはすごい頑張ってるよね、うん、確かに、うん、で、その後で、付き合ったらもう本気がなくなる。そうなの、ちょっとそこにもうつらないやつが。そうなのよあとどうなあのあっちの方はあっあっちの方は今、よだれが出ちゃったじゃないあっちの方はジャマイカ人と日本人でジャマイカ人とね、日本人で違う、全然違う、違うんや、全然違う、聞きたいの、それが聞きたいのよそうどう、ジャマイカ人はどんな感じなの？なんか、ちょっと待って、なんかどういう風に話してるか多分分かってないから、そっかそっか、急にこういう風にしてる、どんな感じ、こういう風にしてる、どこにね、え、じゃあ違うから、どこにどうあ、ぐらい、なんか前期とかある？前期最初に、男性も長いことをやるのに、そう、前期の時は
その人の 100% を見られるっていう。簡単に言うと、その前期の間に知られざる性感帯を見つけたらええのにっていうことだね。そう、で、結構なんか動きも違う、なんか動きも…そう…で動きも違う。ジャマイカはもう、こうだけど…どういう動きなんだけど…どういう動きなんだけど…日本こう、ジャマイカこう…それはさ、あの、地図の中にこうやって入っていくってこと。こういうあれね、こういうのがあるのか。日本の男性の位置はじゃああんまり満足はしてない。10回の中に1回とか2回は満足する。で、日本人もそういうふうに前期に時間かけたらいいのにってことかな。そう、まあ、疲れない。でも女の人もさ、疲れてるのかな、まあ、時間トータルでだってあれちゃんみたいに6時間で進むこととかになったらさ、マリアンか、なんか疲れない。それは文化違いと思う。1番はどっか出て会社で、2番は朝まで。そう、それもう繊維がある。じゃあさ、夜ずっとし、朝昼ずっと仕事して夜ずっと仕事して、いつ寝る。まあ本当に、まあ、朝までじゃないけど、そこは私は頑張るのみたいな。ちょっとそれは、まあそれはだってボルトの国やからな。そうでしょ。ちょっとあれとかもっと、これどっちかっていうとこうじゃない。こう絶対もっと、絶対もっと、絶対もっと、ね、これはどう。長さよ、細さじゃないからね。おぉ、いい絵じゃない。多分こう、こんなん、だって日本人はでもこうな気がする。多分こうだったら、見切った時にこのなんかできる。まだもう一個あくなんかデートっていうのは、日本の場合はね、デートっていうのは女性の要求を満たすためのもので、その見返りとして、だからこう割り勘じゃなくて男性が払うとかいろいろあるんだけど、その見返りとしてで、このセックっていうものは、ダンス、ごめんね、これやってさっきからずーっとなんか、謎っちゃったよ。ちょっと、触らないで。セックというものは、どっちかというと男性の要求を満たすためのものっていうイメージがある、うん、で、今のジャマイカ人の話を聞くと、デートは、まあ、そもそも相手のなんか、相手と会うかどうかを確かめるためのもので、で、セックスっていうのはなんかその、必ずしも男性の要求を満たすためのものっていう感じでもないのかなって。お互いを、そうね、なんか一緒になんとか頑張ってるみたいな感じで、多分セックスが見てるレンズが違うかもしれない。なんか2人のストーリーみたいな感じで作ってる。なんか俺一回ジャマイカ人男性の話も聞いてみたいかも。なんか実はジャマイカ人男性結構女性に押されて頑張ってる説で、ちょっと頑張ってるがいい。例えばね、日本人とジャマイカ人男性がやって、女性が結構配慮してくれる感じを経験したらどう思うのかとか、その意外とそっちがいいのか、いやでもとはいえなんか意見言ってくれた方がいいわってなるのか、なんかちょっとジャマイカ人男性の意見も聞いてみたいかもね。意外とジャマイカ人男性日本でウハウハ説あるかも。それ簡単みたいな。そっちでいいね。そう、だってこれやもん、見てみたい。それもしジャマイカ人男性ここに呼ぶ場合は、これ見れるような空間作ってもらっていい？はい、ということで今日はお話ししていただいてありがとうございます。結構ズバズバね、言っていただいて、俺も感謝感謝。テレサちゃんも YouTube やってるんでね、概要欄の方にリンク貼っとくので、あれなんか基本的には英語でやってるのかな。基本的には英語だけど、日本語でも韓国でもスペイン語でもいろんな言語でやってるから楽しい。よかったらぜひ見てみて、言語の勉強系の。そうですね、なんか勉強し方法と か、 なんか 一緒に勉強するとか、うん、まあ、いろんなのあるけど、うん、あの、まあ、全部英語の字幕もつけてるから、うん、もしなんか英語の聞き練
ちょっと話忘れてるかも。